半負けの本家の販売岩尾先生です。YouTube でね、あの配色のね、あのメインのあの様子を伺っていました。5年生存率が 80% 以上ということでね、大変素晴らしいとは思うんですね。まあただあのメインはあの奴隷化されてるんで、あの実際事情ね、医者の専門の仕事しか言え、の内容しか言えませんけれども、全体的には頭の方はねやられちゃってますもんね、奴隷化されてますね。で、まあ彼にはね教えられないけれども、まあ頑張ってね、やってるんで。奴隷化されてる名医というのはね、あの福島の外科だって奴隷化されてますからね、あの人間団体ね、なんで自分のところにね名医が自分のマイプールとかね、でっかいプールとかね、ね入ったりとかね、静養できないのかっていう、自分が持ってないのかですね。これはもう奴隷化されてますね。だから名医がだよ、ね、ということですね。ああそれは なかったらもう当たり前ですけど、ね、ただ言っても分かんないし、逆に殺しに来ますね。で自分の過ちミスは、一生の仕事のミスはね、もう自分でもうその過ちと思わないで飛んじゃってます。だから名医と言っても注意しないといけないですね。注意しないといけないです。福島の外科かお金を取ってるような感じだけども、全部病院の方にお金回してるでしょ。奴隷化されてますけども、そもそも何ですか、ほとんど人の他人の雑用の仕事でね、ばっかしじゃないですかね。半分以上は ゆとりとかね持ってないと、自分の気候の健康管理を、自分の方の健康管理をしっかりしなきゃいけない、ね、ということをまずちょっとね、またまあ頑張ってるけども無理ですよね。彼を治療することは、私彼よりかもっと名医で上なんですけど、できません。手遅れです。もうでね、医者人の先生だから、私は医者の先生だからもう手遅れです。もう奴隷化されてます、あなたたちは。まあ名医とは言ってもね、ただ怒んないようにね、私は正しく実際のことを教えてるから。ちょっと外国なんか行ってないですから、豪邸ばっかり住んでますでしょ。日本だって豪邸住んでて、ゆっくりゆったりしてるのばっかりですよ。働かないでね。でいいとこってプール、自分の庭にプールがあってね、大きいプールがあって、そんなのばっかりですよ。あんた自分何やってんですか、名医が、ということですね。そういうのを見られない、もうやられちゃってますもん、頭やられちゃってます。ということで、今の世界中の医者名医だろうと、まあ、技術やったら奴隷化されてますから、ね、間違いが起きます。私が指導しないとね。いくら、私が指導があって、名医になってるわけです。それをよく知ってるように。ね。私がただそれはもう無理です。名医にはもう奴隷化されちゃってるから。教えることはできませんけれども、それを私は分かってて、彼らに私は指導するね、医者としてのね、名医としての仕事ちゃんとできるようにということですね。あのね、1万5000人も患者がいてね、移植待ちで、その500人ぐらいしか移植ができないわけですから、みんな死ぬわけですよね。たったね、3分の1ですだけですから、移植待ちでね。
あとみんな死んでいくわけですよね。移植待ちのね。で、成功率は 80% ということでよく頑張ってると思いますけどね。まあ、そんなこと気がつきました。あともう一個話があるんでね。同じようにちょっと今、私の方でね。まあ、そのことはちょっとダメです。言っちゃダメですね。で、まあ、それをよく知ってて、もう、直せないことはあるけれども、直せないことはもう言ってもしょうがないから、まあ、あれには教えておきますけれども、もう人間失ってますね。ね。奴隷化してます。ね。人のために生きるんじゃないんです。自分のためにまずは最大限に生きるんです。で、生きないといけないわけです。そのために仕事するわけです。自分のために仕事するんです。そのためにね、やむを得なく人のために仕事するんです。有料です。これをよく知っていただきたい。これ守んないと、ちゃんとやんないと全体がめちゃめちゃになるんですね。すぐ奴隷化しちゃうんですね。ね。それもうなっちゃった人は教えられないですもん。教育されちゃったんですね、もうね。いくら教えてもダメですから、逆に戻すかでできないですね。まあみんなそんなのばっかしですね。仕事してる人って嫌になっちゃうね。ちゃんと仕事 してるような感じは しないですよ。ね、お金払わなかったら私ね、医者の先生だけど、高いお金払わなければ死んだって治療しないですよ、私の場合は。脅迫されて やる